はい、どうもどうも、マシです。こんにちは、ガクです。変えてきた。おーはですね、前回あげたテカストめぐりの動画がめちゃくちゃ反応良くて、まあ僕は正直そんなテカスト行かないんですよ。よくセカスト行くね、ガクと行ったら面白いんじゃないかということでね。はい、まあ、ここはどこでしょうか、ガクさん。ここは僕が住んでる駅の最寄りです。おっと、というと簡単に言うと辻が丘。おお、言ってもった辻が丘のセカスト来ました。なんかコメントとかでしてくださってたんですけど、埼玉とか千葉とか神奈川のセカストが熱いってことだったんですけど、前回僕下北と高円寺って激アツやなと思ったんですけど、ちょっとね都心から離れたところに行ったら面白いんじゃないかということでね、今ツツジが丘に来ております。なんか欲しい服ありますか？いや、俺もずっと言ってたよ、ずっと。おお、なくて全然。この前やけん俺が行ったら下北にブルックスブラザーズのニットポロ、あれっすよね、見た。俺も多分あれ見たか、この前タケルと言ってた。ああ、見たんだ。そう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 、しっかり見てくれた。見てます。でも俺の2000人の動画見てないの。見てない。見ろよ。ということでね、ゆるく多分今日回れて調布のもう一店舗か千川か、千川かになると思うんで、ゆるく見てください。はい、それでは行ってきましょう。行きましょう。マーシーチャンネル。はい、ということでね、セカスト行きたいと思います。はい、こちらですね。そうですね、楽しみですね。楽しみですね。どんな感じか。ちょっと皆さん、セカスト行く前にマスク買いに行きたいと思います。バイク乗ってたらマスクが飛んでました、ポッキーが。目薬は入っとんのに。何しよったん、昨日は。昨日は大阪、関西に行ってました。めっちゃいいやん。地元なんで僕の。何食べた、大阪で。たこ焼きとか、お好み焼きとか。うぅ、粉もんばっかやん。あ、もうばっかっすか。東京してたな、じゃあ、かくん。いや、けど、でもすぐ東京戻りたい、戻りたいってずっと言ってた。こっちの方が楽しいっす。あれと言ったん？え、他のこと。おお、言いました。いや、田舎ですね、かくの最寄りは。まあまあ、住むとかこんぐらいがちょうど調子いいっす。住めば都っていう。知ってます？だけど俺めっちゃ好きっすよ、辻が丘。何十年住んの？そうっすね、今3、2年目かな。来ました、セブン。それではめちゃくちゃイケてるマスク買っていきたいと思います。はい、ということでマスク買いました。このマスクめっちゃ良くない？あの、女の子がよく見つけとるやつね。なんかこのマスクしとる子可愛い説あったんでね、ちょっと僕もそれに便乗しておしゃれなマスクを購入 A させていただきました。はい、A、 どう、可愛い？可愛い。これつけとる子マジ可愛い説あるよ。まあそうっすね。これに黒縁のメガネかけとったら好きっすね、黒縁ね。黒縁の女の子はマジ可愛いからね。なんであんな可愛いんやろ、ほんまに七不思議。まあ可愛く見えるっすね。でもなんかコメント来とったけど、神奈川とか千葉の方やったら解禁のフォーティーズとかのシャツが4900円ぐらいで売られてるとかいいよって、ほんま？いや、ほんまか分からんけど、マジで行ってみたい。レンタカーする際やったら行きたいな。ああ、いいっすね。だからそれこそ今日俺原宿のセカスト朝行ってきたっすけど、おー、まあ、やっぱ安定はあそこ。ケアの地下のとこだよ。うん、カルバンの黒の、4かなあれ、ちょっと珍しい解禁のやつ。マジで？そう、シャツがあって。いくらついてた？1万4000円ぐらい。うわー、こんぐらいするよな。けど初めて見たそれ。カルバンの、カルバンのしかも04なんだ。04のオープンカラー。めっちゃかっこいいやん。めっちゃかっこよかった。ブラックがいいよな。うん、ブラックでもシルクとか04とかだったらもう完璧よ。うん、じゃあなかなかね。あってコットンとかがあるけど、ね、あ、ごめん、色多いけど。ついたんで。ついたんで早速ちょっと背景映そう、一カムで。動画でした、間違えた。ルーゲタイム。はい、あ、全然映ってない。マシー君全然映ってない。チャンネル登録よろしくお願いします。チャン出ました。ちょっとの USA やばいな。ね、スウェード、スウェードね。しっかりアメリカ製の状態めっちゃいいっすね。ね、1900円。でしかもサイズめっちゃいいっすね。うん、サイズ40とかですね。うん、かっこいい。バッグがめちゃくちゃいいの見つけました。うん、クラークスのチャカ、チャッカブーツ、スウェード、スウェード、まさかの値段、めちゃめちゃ安いっすね。しかもサイズが俺らぴったりっていう、27から 6.5 ぐらい。そう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 、
まあでも若干削れと、ね、そうですね、まあ、うん、にしても1900円安い、安い、まあ、無難にあのどんなアイテムにも合うんで間違いないな、クロスエードなんで。じゃあこれガクが買います。この辺革靴コーナー、ここでガクがいい見つけました。いいね。ブランドはリーガルです。うん。値段がなんと5900円プラス税。安い。安い。リーガルって高いじゃないですか。高いね。しかもサイズがなんと 26.5。また俺らサイズや。まあ 26.5 結構平均的ですもんね。せやな。結構入る人多いし。蹴ったら痛そうやね。蹴ったら痛そう。蹴ったら痛そうな種類。普通に使えそうやな。うん。ですよ。今度忘れした。素材。リネン？違う。ポリエステル？違う。コットン？違う。スースーするやつ。アミド？うん。です。分かる方はコメントしておいてください。メイドイン USA。いいっすね。USA。クイ。ね。バカにすんなよ、俺がメイドイン USA。敏感になりすぎやろ。俺多分接客するときに USA って言った瞬間俺ガク見るから無難にいいよね、うん、デニムジャケット36やからほんまにジャストでザアメカジって感じで着たい人、そうそう、値段が4290、安い安い、倍ぐらいついてると思います今、うん、色落ちがいいやつとかだったらもうほんまに1万余裕で超えてくるんで、うん、これ買いですね。いいっすね。まあ買わないですけど、はい。デニムジャケットコーナー、これも70506、さっきと違ってポッケがつく、うん、雰囲気めっちゃいい ね、それ雰囲気あるっすね、ポッケがあるかないか、うんうん、これ知っとくだけでもいいね。なるほど。ラングラーのデニムジャケット探してる人前おってたんやけど、ラングラーのデニムジャケット流行ってんのかな今。だけど俺も一着持ってるっすよ、ラングラー。唯一デニムジャケット持ってるんですけど一着だけ、ちょっとセブンティーズな。あ、そうっす、そうっす。あ、なるほどな。出たストームライダー。これマジで売れないんだよね。ストームライダーめっちゃかっこいい。いやけどかっこいいっすよね。かっこいいよね、うん。かっこいいのにマジで売れ。うん、それとか普通にかっこいいっすけど。かっこいいよね。襟がコーデュロイに切り返しなっとって。そう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 。ストームライダーだいたいポッケがちょっと斜めになっとんよこれ。うんうんうん、なんか馬の上乗った時にポッケ取りやすいらしい。そんなも知ってると良いかと。確かに。A A A。これ出た。安い。リーバイスのデニムジャケット、まあでも後染めですけど、あ、まあそうっす、後染めなんで値段下がるっすけど、うん、にしても70505で2300円マジで安いっすね、うん、これでオリジナルブラックだと3万ぐらい、マジで深いよ、38とかそんぐらいじゃないかな、うん、めっちゃいいと思うよね。デニムセットアップとかで黒黒でかっこええな、うん、でこれマジでいいと思うね、うん、これめっちゃ可愛い ね、 ね、ビームレッツのデザインされたロンティー、これめっちゃおもろいな、ね、かわいい。お値段が LLB の好きな人多いから3190円、うん、あ、買いやすい、サイズ L で、これめっちゃいいと思うね。なんかちょっとダサいぐらいが調子いいよ、うん、話の話題になるし ね、そんな好きなんって言われるよな。それでビームーツとか履いとったと思うキモい。せめて外しで出ました、アナロック LLB、色味めっちゃいい、ね、サイズが S、 誠にありがとうございます、うん、まあけど多分結構オーバーサイズデカめだね、5390円、まあちょい安ぐらい、うん、春先で、うん、これから梅雨にもなるし、1枚あれば俺らがさ、あの買い付けた ACG のアヌラックめっちゃ買ったな、ね、めっちゃかっこいいです、俺一番結構あれ押してるな、だからね、ベースから飛べるんで、ぜひチェックしてみて、ハッシュタグマーシーです、ハッシュタグマーシーで出てくる、本日のご来店全然時期じゃないですけど。デナリー、そうっすね、黄色あんまり見んよね、うん、ブラックグレーが多いかな、そうっすね、発色いい黄色、全然最近のノースですけど、めちゃめちゃ最近の、めちゃくちゃ最近やけれどもいいね、うん、フリースの状態もいいし値段も1万安い、安い、これめっちゃいい、うん、あとシンチラ、だからシンチラのスナッピー、うん、いいね、いいね、カラーがめっちゃいいっすね、うん、春先にキムタクが着とったって言われる、うん、ターコイズっぽいやつですよね、そうやね、ターコイズでパープル、うん、だったら5万ぐらいしてましたね、でそれにニトル発色とかもありかも、うんうん、なんかこの辺は女の子が結構大きく、そうやな、これに黒縁のメガネ大好きだよ、黒縁のメガネとこのマスクしてください。DM します。
いいんかそんなこと言って。いやダメです。失礼しました。はい、ということで今セカスト辻ヶ丘店出ました。割とけど良かったっすね。僕週2ぐらいで多分リアル行ってるんですけど、やっぱ良かったっすね。ものがなんかたまにめっちゃいいのとかあったりするんで、ぜひ皆さん辻ヶ丘で会いましょう。ちなみにマシ君は今バイクを未来で未来でってことなんで、次は千円側かなにちょっとセカスト行こうと思います。できます。マーシーチャンネル。2人目の子供に。いや2人目も気のいいよ。ステーシーとの息の。めっちゃかっこいい。しかも太い。太いし、それめっちゃ肉厚やね。ブラック、それ超いいね。まあ、値段はするっすね。そうだね。スーパー欲しいって子多いからな。ね。もう相場ぐらい。うん、短いな額には。いいね。1900円。え、ちょっと落としいな。めちゃくちゃ早く探してた。そうなの。履いてみますか。額の再生の仕方。こいつがでかいんですよ。あ、でもいける。だけど28やから絶対いける。うん。でかいぐらいがスニーカーかっこいいよね。1900円。めっちゃいいね。本当だ。色超いいやん。42タロンか。いや、42じゃないです。嘘だ。タロンだ。うん。スタプレだね。かっこいい。ほんとだ。めっちゃ14ぐらい。そうっすね。12900円。あー、そんぐらいだろう。34ぐらいあるかな。うん、34、32ぐらいですか。うん、多分俺マジでジャストぐらい。センタープレス残っとうもん。しっかり値段はしますね。うん、あの色のリバースいいな。 ATP ですか。あれは ATP やな。あ、もう絶対 ADB やな。めちゃくちゃいいですね。ザ・フォックス JC ペニーかな。かわいい。ヒロアちゃん好きそうやな。ジャムの話ばっかするな。そう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 、でいい。バックスタイルのそれ切り返しもめっちゃいいね。安っ。今俺7900円って言おうとしたから。安い。それめちゃくちゃいい。いい。でもそのくだりについてコメント何も来んからな。ね、不破損してて、ただこの値段ね、安い。裏地がボロ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 やけれども、けど別に羽織るぐらいだもん。欲しい子多そう。サイズも L やし、いいじゃないですか。イタリア軍のトレーニングジャージ、ね、おもろいね。ね、こんなイタリア軍派手なんだ。もうサッカー乗りじゃない。けど普通にいいですけどね。サイズもいいし、2900円です。でもガクフルジップの方が好きなんじゃない。いやけど最近のポッチベッドおぉらしいですよ。皆さん要チェック。フルジップといえば、フルジップといえばベースですごくいい店があって、うん、なんかハッシュタグマーシー、うんうんうん、アイダスのトラック、うん、すごいよく。いや、あれ言ってるね。あれさ、確か小松菜奈がオレンジボディのブラックの3本ライン、うん、俺のは逆パターンや。あれあれでオレンジがめっちゃ値段高いな。でも俺もメルカリで値段見たけど25とかだったな、うん、多分あれ35ぐらいやけど、サイズ M ぐらい。よかったらぜひ見てください。マシ、ハッシュタグマシ、ベースで試着もできるマシ君が持ってきます、はい、ぜひ我が家に来てください。なんかセカストってデッド多いよな。履かずにみんな売るんやな。あー、そういうこと。うん、この下のアングルからガク取っとこうかな。出た。RG の方から。うん。着戻り。どうですかこれ。セカストですることちゃうなこれ。ランチャーいいよ。僕のね、今日着てるラングラーのジャケットマジかっこよくて。かっこいいですよ。これめっちゃかっこいい。なんか最近出たやつっぽい。調べた。うん、それこそ今日原宿のセカストで買いました。いくらでした？7000円弱やった。おお、いいね。
ジャック着たいな。これセットアップ買いたいですね。ね。って話してたらあったんですね。そうだね。ただちっちゃいな。そうですね。31。31。ウエストはいいけど。うん。多分それ裾上げしとるの。普通にダルフのこういうベースボールキャップ使えるっすよね。たまに被りたくなる場合は。うん。相場ですね。どうすい？どうすい？全然現行ですけど、チャドンは。バックプリントもいいね。2級安いね。ジャスタに来てさ、染めのなんかペインターパンツとかに合わせるのめっちゃかっこいいよ。2級は買いやと思う。まあでも俺らは変わんない。はい、ここで僕の今日のコーディネート紹介をしていきたいと思います。はい、まずキャップがですね、シュプリームですね。はい、帽子紹介で言ったんですけどね、久しぶりに被ってみたいということで被ってみました。ニットが LLB のバーズアイですね。めちゃくちゃ値段上がってるんでね、ぜひ欲しいよっていう方は LLB バーズアイで検索してみてください。ベストがこれベースで販売してるベストなんですけど、めちゃくちゃ発色良くて、額おすすめで買い付けたんですけどね。どうですか？いいですね。はい、ありがとうございます。セブンティーズの517のスラックスですね。足短い僕でも履けるんで、きっと履ける方は多いと思います。はい、以上です。ありがとうございます。US のラッパーがめっちゃ着てて話題になってて、キャピタルってブランドがあるそれがこういう骨のテプの最近出してます。やってんだ。何のブランドかちょっと見えへんか分かんない。でプリントとかこういうやつだけど、なんか値段がめっちゃ高くなって。マジでかっこいいか。こういうの着てます。へえ。いや、これ買います。ありがとうございます。 CP カンパニーです。出た、サイズ感。お、安い。48。 CP でこのぐらい安いですよ。これレイヨン入ってるかな。テロンテロンやな、ね、多分レイヨン入ってる。クロノスラックスとか。いや、合うな。モードっぽくいいんじゃないでしょうか。かっこいいでございます。サイズもいいですよ。うん、これめちゃくちゃいいね。ダルフの解禁の主力リネン9800円ぐらい。ね、ハイライブリッジされてるのかな。ブリッジされてるね。グリーンでブリッジです。そうっすね。 3XL でかいけど超いい。大きく羽織るとかね。フット1のパンツとかだったらかっこいいな。うん、でもこれ普通にブラックとかだったら2万ぐらいついてるから。うん、ですね。これからの時期に、まあ、ただただメイドインチャイナっていうのがちょっと気になりますね。あーですね。マシ君何がいいんでしたっけ。メイドイン USA でございますですね。あとさ、これめっちゃいい。何ですか？リアードって言って、ルード系、なんかいかついおっちゃんとかが着るブランド。ブランドの古着。僕のよくかけてるこのサングラスは、グラッドハンドっていうブランドのやつなんですけど、そのグラッドハンドがセレクトしてるウィアードっていうブランド。これめっちゃ高い。普通に買ったら。これにタンクに、濃紺のデニムにブーツ。ああ、いいっすね。おっさんやな。うん、あ、お値段は？お値段ですよ。500円です。800円の税込みで6,300円。よかったです。はい。何ですかそれは。ダブル RL です。いいね。いいっすね。 RL 欲しいですっていう子めっちゃおるけど、濃紺が少ないな。サイズもいいんじゃないですか。サイズいい。レングス多分俺にハマるぐらい。34ぐらいかな。ベスト。うん、めっちゃいいね。うん、でもデニムは何本あってもいいと思います。何本あってもいいですからね。ダブル RL とポロカントリーとポロスポーツがラルフやばいらしいです。うん、要チェックです。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 あ、うわぁ、リードです。サイドも、ザイン効いているサイドにバックルがあるタイプなんです。11,800円。プラダのブーツってどんぐらいなん、相場。いや、わかんないです。プラダにしたって感じじゃないですか。うん、もっとするイメージだね。うん、俺も知らんけど。こんな感じ。かっこいいです。ぜひ。めっちゃいいっす。チョクテイラー、8,990円。お、いいね。ポロスポのフリースド。フリースのスナップ。サイズしかも XL。ね、安っ。安い。めっちゃいいね。という時こそいいものあるよね。それめっちゃいいな。ね、腰胸とかもつけじゃないですか。確かに。やめてけ。やめてけ。まあ、なんて言ったか、川本。カットで。アルボロいいね。値段するな。サイズはどんぐらい？まあけど、まあけど L ぐらいですよ。
めっちゃいいね。テロンテロンに見えるけど。インブレとかの解禁が欲しいな俺は。やめていきましょう。はい。マーシーチャンネル。はい。はい。京王線奥側のセカスト周り終わりました。まあ夕方に行ったってことでそんなに回れなかったんですけど、どうでした？まあまあぼちぼち、ぼちぼち、うん。なんかガクは最初ニットポロが欲しいって言ったんですけど、ニットポロもまあ見つかることはなかったんですけど、僕も解禁のオンブレのブラック探してるんですけど、それをまたね見つけに行きたいね。そうですね、うん。僕らが互いにこの2つを探してますけど、それ以外でいい商品めっちゃあったんで、よかったらぜひ。最初に行ったのがツツジヶ丘、2つ目が仙川、仙川のバズストアとトレパク行ったんかな、行ってみてください。前回動画上げた時にここ激アツですよとか教えてくれてめちゃくちゃありがたいんで、また行きたいと思うんで、いいです、うん、教えてください。そこに飛んでいきます。はい、セカスト巡りはこれ定期的にしたいね。いいですね。うん、やりましょう。でガクのインスタ概要欄に貼っとくんで。ありがとうございます。なんかね、僕のインスタはそんな増えないですけど、ガクのインスタ投稿するためにめっちゃ増えてるらしい。飛んであげてください。ありがとうございます。あと僕はねオンラインを最近始めたんですけど、それも概要欄に載せてるんで、ガクがちょくちょく紹介してくれてた通り、まあねセカストに負けないようないい商品もあるんで、うん、ぜひチェックしてください。はい、あとちょっとでもええなと思っていただけたら、チャンネル登録の方、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。止めとるな、ほんまにしてくれるかな。まあ近々またすぐ動画アップするんで、はい、ぜひお楽しみに。はい、それではまた。 See you。 See you。 ご視聴ありがとうございました。 Instagram、 YouTube 登録よろしくお願いします。あとグッドボタンも忘れずに。 See you。